皆さんこんにちは。アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク GPR の編集を担当しています石井貴明です。今週の Vlog としてですね、テーマとして澤明宏さんを悼む、というテーマでちょっと簡単にお話しさせていただこうと思います。元経産官僚で21世紀政策研究所また国際環境経済研究所の所長であった澤明宏先生が亡くなりました。経産省官僚としてまたその後はですね自分の家業の、会社の経営さらに、シンクタンクまた大学の改革なども担当なさっていたんで、東大教授としてさまざまなご活躍をなさっていました。私は個人、講師ともにかなりお世話になりまして、ちょっと体調が悪いとは聞いていたんですけれども、癌とは存じ上げなくて、突然の訃報で大変なショックを受けました。アゴラ GPR を本当に心からご冥福をお祈りしたいとともに、アゴラ GPR は澤先生の論考を大量に掲載していますので、ぜひ検索してみていただきたいと思います。澤先生について非常にまとめると、冷静かつ現実的な政策提案をなさっていました。また、日本のエネルギー、原子力、また原子力行政、エネルギー行政についてもですね、中にいらっしゃったゆえの、適切な問題意識と問題点の指摘をなさっていました。今ぜひ皆さんも読んでいただきたいと思うし、今こそ必要な知恵が持たれた方であったにもかかわらずお亡くなりになったことを心からお悔やみを申し上げます。一言田沢先生と話していて思ったのがですね、58歳という年齢だそうなんです。でこの世代というのはですね、石油ショックを経験なさった人たちです。石油、日本はこれまで3回エネルギーが断たれて国が滅亡するかもしれないという瀬戸際に追い込まれました。一つがご存知の通り、太平洋戦争のきっかけになったのはアメリカによる石油の禁輸措置です。これもそれまでの経緯をいろんな立場によっていろいろ問題はありますが、アメリカが意図的に日本を締め付けようとして日本の7割の石油輸入国がアメリカであったにもかかわらず、それを止めたということはですね、大変な開戦を引き起こしかねない問題であったと思います。そこまで追い込まれた日本帝国も大変問題だったんですけど、その結果真珠湾を攻撃して日本海軍と日本陸軍はですね、乱印、つまり今のインドネシアの石油地帯を占領します。結局それは失敗してしまうんですけれども、日本に持って帰るという過程でですね、またご存知の通りはもう2回の問題は1972年のオイルショック、また1980年のオイルショックでした。これはいずれもですね、当時価格支配力のあったアラブ産油国機構、アラブの産油国機構、将来的にOPEC を石油産油国機構になるんですけれども、彼らがエネルギーの価格を上昇させるために値段を吊り上げたことによって発生しました。澤さんはですね、第2回のオイルショックの時に経験なさっていたそうなんですね、経産省で。それゆえにエネルギーの安定供給というのを常に頭にあったように思います。皆さん今電力、ガス、石油というですね、重要エネルギーが全く滞りなく供給されているんですけど、これは日本では産出しないんですね。ご存知の通り、生産、エネルギー源から製造して我々の手元に届くわけです。そういうことを知らないでですね、もちろん原子力のに対しての不安とかですね、いろいろあることは分かりますけれども、電力業界の不満とかですね、それゆえになんかそういう一番大事なことを忘れてエネルギー論が語られていることに澤先生は非常に疑問を持っていらっしゃいましたし、私も共感するところでありました。今こそ澤先生のですね、議論をもう一回振り返ってみる価値はあると思います。また近く池田信夫さんも経済産業省での同僚だったものですから、アゴラ研究所の所長である私は取材相手として澤先生とお付き合いしましたけれども、それを含めて皆さんと一緒にですね、澤先生の業績を語り直したいなと思っています。どうもありがとうございました。